キリスト教東方教会と東方諸教会、東方諸教会は、西ヨーロッパから見て東方に位置する地域で、主に信仰されているキリスト教の諸教派のうち、正教会にもカトリック教会にも帰属しない教会の、総称である、東方教会に分類される。東方諸教会には、エフェソス公会議ですでに分かれた、アッシリア東方教会が含まれる要例と、アッシリア東方教会を含まず非、 カルケドン派生教会と同義として扱う場合がある。日本では東方正統協会等と呼んでいる事例がある。キリスト教諸教派の成立の概略を表す樹形図。さらに細かい分類方法と経緯があり、この図はあくまで概略を示すものである。東方諸教会はカルケドン公会議で異端とされて、東ローマ帝国の教会から分離した、いわゆる単正論とみなされた派と、 ネストリウス派の教会を指す総称である。単性論派と呼ばれる諸教会は自らを単性論とはみなしておらず、単性論教会と分類されることを拒絶、否定している。相性論を取る諸教会に対するより中立的な呼称としては、非カルケドン派がある。非カルケドン派は抗議にはネストリウス派教会を含み得なくはないが、 通常ではこれを含まず、もっぱら相性論を取る、諸教会を指す用法の方が一般的である。また、英語のオリエンタル大阪騎士を維持したまま、ローマカトリックの参加に移った教会を、東方天霊カトリック教会という。東方天霊カトリック教会は、一般には東方諸教会に含めない。東方諸教会の内非、カルケドン派教会は、 聖母マリアを神の母として認め受けしている。また、主教、司祭タスク祭といった聖職位改制度を有しており、修道院制度を有している。ただし、修道改制度は存在しない。主に、エジプト、イスラエル、ヨルダン、シリアレバノ、ミラクといった、中東、並びに、スーダン、エチオピア、エリトリアといった北東アフリカに分布する。エジプトでは、人口の1割が、 コプト正教会に属し、エチオピアでは人口の半数以上がエチオピア正教会に属しており、その規模は小さくない。また米国、西欧諸国への移民たちの間でも信仰されており、そうした移民等を通じて近年、中東、北東アフリカ以外の地域への広がりを見せつつある。イラン北西部にあるアルメニア首都教会の制度、アスワンにある、 コプト聖教会のセミカイル聖堂の内観。正面に見えるのはギリシャ系の聖教会とほとんど同様のイコノスタシス。451年、東方諸教会はカルケドン公会議で異端とされて東ローマ帝国の教会から分離した。イエスの復活信仰の確立。ナザレのイエスの死を通しての食材信仰の確立。主イエスキリスト信仰の確立。 終末信仰の確立については、キリスト教歴史を参照聖書は、神の言葉という信仰の確立については、旧約聖書神の言葉として成立した聖書の、歴史を参照指導者が、精神に満たされて語る言葉は、神の言葉とされているので、精神に満たされて書かれた聖書は、神の言葉である。マリアは神を生んだ母親として聖人であるとされる。ありがとうございます。